ご視聴ありがとうございます。金子麦酒。主にツーリングのチャンネル。ツイッターでは、金言麦酒等です。2020年10月7日の水曜日は、2台で福島県に行って、バンダイアズマスカイラインなどを走ってきましたよ。今回はその時の動画です。まずは参加メンバーを紹介しますね。私、シルバーウィング GT600。福石、GSX-S1000F。今回は以上の2台でした。この日は、7時過ぎに家を出て、8時半頃に、集合場所だった、佐野サービスエリアに到着しましたよ。ここで、福石と合流した後は、お目当ての昼食場所を目指して、ガンガン北上しました。あまり知られていないかもしれませんが、今はツーリングプランというのがあって、コースにもよりますが、これを利用すると、高速料金がかなりお得になるんですよ。この日は、普通に走ると、東北道と磐越道だけで、高速料金が1万円くらいなのですが、ツーリングプランのおかげで、ちょうど5000円で済みました。知らなかった方は、ツーリングプランで、検索してみてくださいね。ところで、佐野サービスエリアを出た後は、140キロほどを走って、お目当ての昼食場所に到着しました。白川ラーメンで、かなり有名な、虎食堂ですよ。10時20分頃に到着して、11時のオープンを待って、それからお店に入りました。すげえ、もう2枚目ってますよ。もう2枚目ですよ。はい、はい、はい。過去に何度も来ているこのお店。今回は、チャーシューおにぎりと、チャーシューワンタン麺の、大盛りを頼んでみました。いざ、いただきます。うまい。幸せの絶頂です。箸が止まりませんよ。もちろん完食しました。さらにお土産も買いましたよ。久々の訪問だったこのお店。やはり最高でした。虎食堂。福島県白川市倉部石滝の首里市。月曜日が定休。祝日の場合は営業。お昼が11時から。夕方が16時から。通し営業の場合もあります。食後は、矢吹インターから高速に乗って、さらに北上しました。福島西インターで高速を降りた後は、持参するのを忘れていた。雨用のグローブを買うため、ワークマンに寄ってみたんですよ。この時に買ったグローブは、2000円以下だったのに、使い心地が良くて、この日の帰り道や、自転車通勤の際に、大活躍しています。そうそう、ワークマンに寄った後は、この日、最大のお目当てだった、バンダイアズマスカイラインを、目指しました。ここからは、私が日本屈指の絶景ルートと思っている、バンダイアズマスカイラインの走行動画をお楽しみください。
写真を撮るために停車しました。ここで撮った写真がこれです。動画よりも明るく見えますね。もちろんまだまだ走りましたよ。再び写真を撮るために停車しました。ここで撮った写真がこれです。やはり、動画より明るく見えますね。そして再び走りました。かなり曇っていましたけど、紅葉がだいぶ進んでいて、本当にいい感じでしたよ。浄土平のパーキングに到着しました。ここでは、少し歩いて、紅葉の写真を撮影してみましたよ。ちょうど見頃でしたから、いい時に来られた、と思いましたね。そうそう、浄土平パーキングの少し北では、後方の映像も美しかったので、紹介しておきますね。この日本離れした荒涼とした風景、最高ですよね。浄土平のパーキングを出た後は、次の目的地だったバンダイアズマレイクラインを目指してバンダイアズマスカイラインを南下しました。ちなみに高湯温泉と土湯峠を結ぶ、全長が29キロのバンダイアズマスカイラインは、例年11月中旬から冬季通行止めになりますから、これから行こうと思っている方には、早めの訪問をお勧めしますよ。譲っていただきました。ありがとうございます。再び譲っていただきました。ありがとうございます。ところで、話は変わりますが、先日、ツイッターにアップした動画が炎上してしまい、多くの方に不愉快な思いをさせてしまいましたので、この場でそのことをお詫びしておきます。誠に申し訳ございませんでした。今後は注意しますので、改めてよろしくお願いします。バンダイアズマレイクラインに着いたところで、風衣師を先行させました。風衣師、早いですね。腕に自信のない私は、もちろんゆっくり走りましたよ。このバンダイアズマレイクラインは、北海道のように長い直線があって、ワインディングも楽しいので、大のお気に入りなんですよ。ただし、バンダイアズマスカイラインと同じく、例年11月中旬以降は、冬季通行止めになりますから、これから行こうと思っている方には、早めの訪問をお勧めしますよ。
バンダイアズマレークラインを走った後は、バンダイサンゴールドラインを走りました。2006年の夏以来、14年ぶりに走ったこのルートは、路面の状態が良くて、平日でしたから、交通量が少なかったこともあって、かなり快適に走れましたよ。バンダイサンゴールドライン、非常におすすめです。ただし、この前に走った、二つのルートと同じく、例年、11月中旬以降は、冬季通行止めになりますから、これから行こうと思っている方は、注意してくださいね。風石に抜かれました。あっという間に見えなくなりましたよ。追いつける気が全くしないので、もちろん、私は、自分のペースを守りました。この後は、道の駅バンダイで休憩して、それから家路に着きましたよ。お土産を買うために寄った朝霞パーキングエリアでは、福島名物のママドールを買いました。ここから先は、ずっとかなりの雨で、ちょっとだけ辛かったですね。この後、休憩で寄った佐野サービスエリアでは、親子丼を食べてみました。これ、予想以上に美味しかったです。もちろん完食しましたよ。東京から福島までを日帰りしたこの日は、最終的に 700.7 キロを走破して、そこそこ疲れましたけど、ツーリングプランのおかげで、高速料金がかなり割安でしたし、白川ラーメンが非常に美味しくて、バンダイアズマスカイラインなど、福島県の素晴らしいルートを満喫できて、本当に、本当に幸せな一日でしたよ。同行してくれた風石、お疲れ様でした。2020年10月7日水曜日、バンダイアズマスカイラインツーリングの動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。他の動画もよろしくお願いします。チャンネル登録、大歓迎です。